スミカです。超簡単綺麗に痩せる魔法のドリンクの作り方をご紹介します。このドリンクはですね、本当にすごいドリンクなんです。私も朝晩、美味しくねいただいているんですけれども、何を、使うかと言いますと、ズバリ米麹を、使うドリンクなんですね。で、後ほどこの材料ですとか作り方、召し上がり方をお伝えしていきますが、その前にじゃあなぜそんなにですね、綺麗に痩せることができるのかっていうその効能について少しここでお伝えしたいと思います。米麹が持つですね力、5つのポイントで、まとめております。1つ目、まずはその便秘と下痢を解消してくれるわけなんですね。でなぜかと言いますと、その酵素の力が働いて、そのあなたのその腸内環境がその良くなるわけです。そうすることで、辛いその便秘ですとか逆に下痢ですよね、お腹の調子が悪いとこう力が出ないじゃないですか。そういったところからも、改善してくれる力があるわけです。では2つ目、肥満、糖尿病の解消です。もうこれも大事ですよね。健康であるためにはやはりこういった肥満であったり糖尿病であったり、こういったのではこうなりたくないですよね。でこれはなぜその解消してくれるかと言いますと、その米麹がその酵素と豊富なビタミン B 群が、その相乗効果が働いて、肥満が解消できる、糖尿病が解消できるというわけなんです。では3つ目、こちらも大事ですよね。免疫機能、要は免疫力がこうアップするわけです。なのでウイルスにこう負けない体を作るのにも非常に役に立つドリンクなんです。もうこれもズバリもこの通り、もう腸内環境が整えば、その腸内に免疫細胞全体のもう7割いると言われているわけですから、もちろん、腸が元気になれば免疫力が上がって、結果ウイルスに負けない強い体を、作ることができるわけです。4つ目、もう老化防止、もうこれも私たち女性にとってすごく大切な要素ですよね。老化現象です。その、補うものがその必須アミノ酸がとっても豊富に入っているわけですから、もうますますお肌も綺麗になって、こう細胞レベルで若返りの効果があるということなんです。で最後5つ目、骨粗鬆症の予防ですね。特に女性である私たちはその骨密度がこう少なくなると、その筋肉にも影響が出ますから、もうすごくそのお体の負担がこう出てくるわけなんですけれども、麹に含まれるその豊富なこのミネラルですよね、必要なミネラルがたくさん入っていますから、そういったその骨密度も、しっかり増やしていけるということになるわけです。ではここから早速その、魔法のドリンクはどのように作るのかということで、レシピをご紹介していきたいと思います。もう超簡単ですのでお楽しみにされてくださいね。まず材料はですね、米麹 100g、私が使っていますのはこちらです。こちらのタイプは乾燥した米麹、乾燥タイプなんですけれども、生でもできます、大丈夫です。こちら 500g 入ってますが、この5分の1ですね、 100g 使います。そしてミネラルウォーターが 500ml、 こういったですね 500ml のお水が1本です。そして、お茶パック1袋、この麹を入れる袋ですね、こういったこうお茶パックありますよね、私も緑茶とかも入れて、こういったパックに入れるわけです。さあ、この以上3つをこのようなボトルに入れるだけです。もう簡単でしょ、もう簡単なんです。で、この入れた状態で一度冷蔵庫に必ず保存してください。
目安は8時間です。なので私いつもの夜仕込んでですね、翌朝いただくんですけれども、まあ、冷たい状態ですから、できればその少しコップに移してしばらく放置しておいて、まあ、少しこう常温に戻った状態で私はいただいています。なぜかというと、その冷たいまんまですとその腸が冷えてしまいますから、その腸が冷えると腸の動きが悪くなってしまって、腸内環境にも負担をかけますから、ぜひ、冷たいままというよりは常温に少し戻してから召し上がってください。でまた電子レンジなどこうチンして温めてしまうと、その成分がですねこう壊されてしまいますから、できれば電子レンジは使わずに、まあ、少しこうお湯を足してもいいと思うんですね。さあ、そして飲み方なんですけれども、1日をかけて 500ml を、まあ、飲み切ってください。一緒に飲むというよりは、私はまあ朝半分夜半分ですとか、まあ、朝昼晩に分けて3回とか、あなたのペースで大丈夫ですので、一緒にこう飲む必要はありません。でまた冷蔵庫で、そうですね、まあ、だいたい3日ぐらいは持つと言われていますけれども、まあ、できればこう傷む前に早めにできる限り召し上がってしまうのがまあベストですし、たまにそのちょっとこう雑菌が湧いてこうちょっとこう匂いがおかしかったりですね、酸っぱくなってくると危ないですから、そういう時は飲まないでください。でまたこの一度使ったその麹ドリンク用のその麹ですねは続けて 2,3 回取れます。すごいですよね、1回きりじゃないんですよ。でまたこの残った麹も後からお料理でも使い回しができますから、もう本当に無駄なくですね使えるという、まあ、レシピ、また別の動画で今後ご紹介していきたいと思います。あとはまあ、お化粧水としてもこう肌につけて、まあ、使うことも可能なんですけれども、その時はやはり肌のその反応を見てから使ってください。ちょっと別のこう柔らかいところにこう当ててパッチテストをしてからお顔に使ってみてもいいと思います。いかがでしたでしょうか。このようにもう超簡単に、しかも 2,3 回こう繰り返して使えて、しかもその残った麹が別のレシピで使えるというですね、この超簡単で無駄のないこの麹ドリンク、ぜひ早速あなたも取り入れてみてくださいね。私もこの麹ドリンクを飲み出してからますますお腹の調子も良いですし、お肌のツヤも出ておりますし、まあ、何よりその腸内環境、善玉菌を増やしていくことで免疫も上がって、ますます代謝も上がって綺麗に痩せ体質になることができます。またこのお水はですね、ファスティング期間中もとっても良いドリンクですので、上手に取り入れても大丈夫ですよ。またこのファスティングにご興味がある方は、こちら詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、そちらから、ご登録後直接私までいつでもご相談ください。またこの動画の、この内容ですね、繰り返しご覧いただいて、繰り返し思い出してくださることで、あなたご自身と、そして大切なご家族のために今後もお役立てください。またこの動画が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。